鍵盤のソノからこんにちは、ピアニストのソノティこと園田亮です。 YouTube も慣れてきたということで、ちょっと明るめに挨拶を今回はしてみました。じゃあ今回も楽しくやっていきたいと思いますね、タケピ。はい、タケピです。よろしくお願いします。お願いします。めちゃくちゃ明るくなりましたね。はい、もうだんだんこう自分のね、殻が割れてきた、剥がれてきた、なんていうの、こういう時殻を破ってる、ね、殻が破れてきた。そう、はい、そんな東大、うさんくさい感じになってきました。出てるわ、ちゃんと卒業してますよ。前回の約束、そのちゃん覚えてますか？何やって？いやいやいや、忘れないでくださいよ。僕の鼻歌を、はい、アレンジするっていう超絶技巧をですね、超絶技巧でアレンジことだったと思うんですけど、やっぱ即興でですね、アレンジをしてくれるって、うん、まあ、僕にはちょっと信じがたいなっていうことなんですけれども、はい、まあできるんですよね。まあできますよ。いやいや、まあなんかこんな簡単にね、はい、まあ、企画の段階から言われるもんで、うん、ちょっと僕もなんか悔しいなと、そんな簡単にやられちゃうと。なんで悔しいんだよ。だからちょっとフレーズをね、僕もちょっと三日三晩寝ずに考えてきたんですけれども、うん、絶対嘘です。まあまあちょっと三日三晩ですよ。はい、はい、まあ、ちょっと考えてきたんで、うん、早速いいですか？やります？じゃあやってみようか。はい。タタ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 。なるほど。なんかどっかで聞いたことあるようなメロディーなのは気のせい。いやいや、僕もね、聞いたことあるんですよ。いや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 、いいのかなこれ。まあまあまあ、でもちょっとまず音を取ってみよう。まあこれぐらいやったらこれですよね。すごいですね。すごいこう落ちサビって感じのメロディーよね、うん、じゃあちょっとベタにコードつけてみましょう。はい、まあ、こんなとこですかね。めちゃくちゃおしゃれになりますね、うん、っていうかもうアレンジできてるって言っても過言じゃない。いや、過言やな、それは。過言ですか。あ、まだまだある。まだまだ行きましょう。あ、そうですか。いろいろ考えることがあります。まあ、ピアノと歌だけなんだとしたら、今みたいに薄い音だったら、うん、落ちサビって感じだし、こう、例えば、うん、これだとこう本サビって感じがしますし、まあ、考えてちょっとやってみましょうか。マジでこれ即興でやってみるからどうなるか分かんないけど、はい、じゃあまあ一回、うん、で落ちサビから始めてみましょう。Thank you.
丈夫。何これ、曲できたね。めちゃくちゃすごいじゃないですか。でもちょっとどんな弾いたかもう覚えてないわ。あ、もう一回弾けって言ったら弾けない。ちょっとビデオ見返さんとね。ああ、ほんまにやっぱなんか即興ってこういうことなんですね。そうですね、例えば感想で転調しましたよね確か、でこんなところ、いやいや僕の鼻歌が転調しちゃったわけですか。転調させてみたよ。うわ嬉しいなそんな嬉しいか。めちゃくちゃ嬉しいな。なんかねもう一回だけ聞きたいなと思うんですけど、じゃあこれが今ちょっと思い出しながらやりますけど全然違う感じで曲が進んでいくっていうのもちょっと即興でやってみましょうか。おー、ぜひ聞かせてください、ね、うん、ちょっと現代的な感じになりましたけどね、うん、すごいな。どうでした、やってみて。なんか本当にぶっつけ本番、うん、リハさえやらずにやったんで、いや毎回ちょっと怖いわこの YouTube、うん、こんなことやらされないですもん。あの割とちゃんとしたピアニストのつもりなんです僕、うん、ちょっと今芸人とピアニストの狭間みたいなところに行こうとしてるよね、うん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 、まあでも YouTube の醍醐味じゃないでしょうか。まあ確かに、なんかだんだん癖になってきましたねこの何をやらされるのか分かんない感じ。うん、いや視聴者の皆さんこれチャンスですよ皆さん。え、何でもやるってこの間言ってましたからね。言いましたね確かに。え、じゃあどういうこと、視聴者の方の鼻歌とかが、うん、俺の Twitter のリプライ欄とかコメント欄、あコメント欄は無理か、うん、リプライ欄にガンガン飛んできて、そうそう、これがまた曲になるとか。そうそう、ファンの皆様、これ本当にチャンスだと思います。恥ずかしいかもしれませんが、皆さん
ぜひぜひ応募していただけたらと思います。なんか大掛かりになってきたね。うん、確かにね、行き先が見えませんけども、まあ、YouTube でねこれ披露していただいたり、ねうん、なるほど、うん、結果発表みたいな、結果発表みたいな、はい、まあなんか短いフレーズでね何曲とか弾いてもらっても、うんうん、いやでも本当にすごいな。これね全然すごいことやってるつもりないのよ。やっぱりなんかミュージシャンすごいんですね。まあそうやね。次回はどんな無茶ぶりが飛んでくるんでしょうか。怖いです。でもちょっと癖になり始めてる自分もいます。というわけで、ぜひ次回の番組を楽しみにお待ちください。さようなら。決まりましたね。決まりましたね。すごいことにその TV ちょっとなりそうですね。てかなるな。これすごい方に来ていただきました。今ちょっとまだ緊張で手が震えてるし、なくなったコーヒーを何本飲もうとしてる。早いよ飲むのが。さっきもらったばっかじゃん。すごい急に。その TV をご覧の皆さんお楽しみにということで近日公開予定です。